くぞ。力の大会、必ずオーラたちが勝つぞ。はい、どの宇宙にも負けない最強の10人を集めましょう。あ、じゃあオーラ行ってくんの。勉強になったぞ。俺強い。俺全部やっつける。ブーさん、やっつけちゃダメですよ。相手を舞台から落とすんですよ。手を気を見してやる。俺がオーラたちの元気玉だ。10倍火力剣、や20倍だ。天才だな。
フリーザだ。あいつを10人目にしよう。部舞台も完成し、全宇宙の選手も集まったようです。それでは禅王様からのありがたいお言葉があります。皆さん、みんなよく来たのね。すっごく楽しみにしていたから、みんなで盛り上げてほしいのね。大変素晴らしいお言葉、ありがとうございました。それでは改めてこの力の大会のルールを説明いたします。制限時間は100タックです。地球では48分だそうだ。術以外の武器の使用を禁止、また死亡させてもいけません。とにかく武部隊から対戦相手を落としてください。またどんなに瀕死になっても回復するための道具の使用は禁止にさせてもらいます。ルールの説明は以上です。それでは力の大会始め。よし、やってやっぞ。なあ、孫悟空とかいうおっさん。あんた、さっき見たことのない色のスーパーサイヤ人に変身していたな。あれのなり方教えろ。教えてくれたらお礼としてぶっ倒してやるよ。あれさ、それお礼になってません。よ、おめにゃまだブルーは無理じゃねえかなって。あたしめのこと舐めてやがるな、てめえ。面白いやつだな、おめえ。よし、やってこい。あっ、おめえ、悪いけど邪魔しねえでくるよ。いやもう、あーおりゃー、おんなー、うわーふっ、よ、倒れ、うわー、倒れ、うわー、倒れ、うわー、おめえ、ありゃー、うわものすげえ気だ。ついにやりやがったな、すっごいぞケール。くぅ、
マガマガしい姿は、あれもスーパーサイヤ人だというのか。油断するな、カカロット。油断なんかしてねえさ。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。うん、するな、カカロット。油断なんかしてねえさ。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。
し飛ぶ。気合い入れずは開けるか。うわあ、恨みっこなしだ。響かせましょう、愛と勝利の歌を。さあ変身よ。みんなの幸せ、愛をお届け、リブリアン。野生のトドロキ、愛の雄たけび、カクンサ。夢と魔法で愛の一撃、ロージー。行くわよ。この思い、君たちに届け。ラブ。はあ、なんだこの匂い。この匂い、人を惑わすようですが、悟空さんたちはどうやら大丈夫そうですね。なんだかんだで皆さんストイックですし。やっちゃいな。全開でいくぞ。
か。うわあ、ロージー、怪我はない？これ以上はやらせないわよ。変身を邪魔するだけに飽きたらず、絶対に許さない。乙女の怒り。変身を邪魔したのはオラじゃねえけど、はいか、かかってこい。ランナー、やるわよ。はい、はい、邪魔だ。ラブ、はいよ。これがオラの奥の手さ。負けるか。やるわよ。孫悟空、お前。助けなどいらん。助けたつもりなんかねえよ。おめえを追い込んでるあいつら見てたらさ、体がうずいちまったんだ。いいか孫悟空、やつは俺の獲物、邪魔はするな。なら、オラ止めてみろよ。すんげえスピードだな。人がてこずるだけあっぞ。瞬間移動する間もねえとはな。けんど、ここだ。はぁ、何、俺の動きを見切ったのか。おめえ確かにすんげえスピードだけんど、動きが直線的だからよ。ふっ、きゃっ、たたたた、たまねえな。何度やっても同じだぜ。こら、なんだと。時飛ばしと同じ筋肉の動きをさせ、お前をおびき寄せた。さあ次はどっちだと思う。耳を澄ませよく聞く。くらえ！よし、じゃあいっか！うわあ！うわあ！気合い入れそう！また、まだ上に行けぞ！
スティス。全開でいくぞ。スーパー最高速。また上に行けぞ。なんだこの木は。おやおや、とんでもない化け物が動き出したようですね。ジレン、存分にやるがいい。お前の望みを叶えるため、スーパードラゴンボールを手に入れるために。やっとオラと戦う気になってくれたか。うわっ、かえ、そんな。これがたった一人の戦士が放つ木だというのか。常識で語るのは愚かなことよ。ジレンは絶対に負けない存在。相手が誰であろうともだ。おめえの強さはよくわかった。ならオラのとっておきを見せてやる。気合い入れそう。元気玉を打つしかね。でも気を集めるに時間がかかりすぎる。お前にとって特別な技なんだろう。全力で来い。悟空、俺たちの気も使ってくれ。ジレン、オラに時間を与えたことを後悔すんなよ。気合入れず、入れ直さねえと。こっちだ。おめえの叩き方勉強になったぞ。手を清めしてやる。これがオーラたちの元気玉だ。10倍カリオーケン、よっ、20倍だ。これがオーラたち第7宇宙の元気玉だ。嘘だろ。バカな、押し戻されている。父さんの体力はまだ十分にあるのに。ニニ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 、十倍海洋圏、いや海洋圏20倍だ。元気玉が、俺たちをいつも救ってくれた切り札が。
の勝利だ、ジレン。悟空、孫悟空、来るぞ。さっきまでとは何かが。凄まじい熱気を放ってはいるが、気配は恐ろしく静かじゃ。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。あの動き、今までの父さんのものと全く違います。ああ、避ける時も同じだ。どうなってやがる。貴様に何が起こったのだ、カカロット。やろ。悟空、いきなり強くなったね。悟空、いきなりすごくなったね。もしかしたら、もしかしたら悟空さんにとっても素晴らしいことが起こっているかもしれませんよ。身勝手の極意。バカ、ありえぬ、ありえぬ。あれは神ですら容易にたどり着くことができぬ境地。いやはや、こんなことがあるんですね、ビルス様。ここまでは良いのですが、あの暑さどうなりますかね。気だらけだ。しまった。任せてくれ。終わりにすっぞ。次で終わりにすっぞ。もう終わりだ。構うな。今のオーラ、
おめえの眼中にねえちゅうことか。孫悟空、あたしと戦え。仲間が続いて落ちちまったっていうのに、私は何もできなかった。あいつらの分まで勝ち残るために今よりもっと強くなれなきゃなんねんだ。力比べていこうじゃねえか。スーパーサイヤ人2の先、3ってやつになる方法教えやがれ。ああ、もちろんだけど、3になりたきゃオラを倒してみろよ。やめやがって。あ、うわー、二人ともすごいね。すごいすごい。うわー、弟子取りな。まで利益上げてくるとはな、カリフラ。おめえなら3どころか、その先まで行けっかもしんねえな。ケル、おめえはどうすんだ。来いケル、一緒に3になるぞ。はい。ケル、分かってるな。はい。何があっても姉さんについていきます。ちげえよ、一緒に行くんだ。私ら2人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。さあ、あげてくぜ。落ちちまったっていうのに、私は何もできなかった。あいつらの分まで勝ち残るために今よりもっと強くなれなきゃなんねんだ。スーパーサイヤ人2の先、3ってやつになる方法教えやがれ。ああ、もちろんだけど、3になりたきゃオラを倒してみろよ。やめやがって。
まで利益上げてくっとはな、カリブラ。おめえなら3どころか、その先まで行けっかもしんねえな。ケル、おめえはどうすんだ。来いケル、一緒に3になるぞ。はい。ケル、分かってるな。はい。何があっても姉さんについていきます。ちっけーよ、一緒に行くんだ。私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。さあ、あげてくぜ。一人組んだら全宇宙で最強って言ったよな。はい。よし、大会が始まる前に預かったものを出す。それって、よし、二人まとめて。で合体すっとはな。待ってたぜ、その青いやつをな。全開バリバリでいくぜ。まだまだこれからだ。勝負だ、孫悟空。この私に手を焼いているようじゃ、あんたもまだまだしょっぱいね。おめえにオラは超えらんねえ。私がブルーになるのを見たくないかい。なれるもんならな。絶対なってやる。あんたを超えたその先でな。ありゃ、恨みっこなしだ。まだまだこれからだ。展開ケクラ、これが本当の勝負だ。もちろんだ。マジ最高。やっぱあんたすげえな。倒しがいがあるぜ。
ぞ。悟空のあの姿は。見せてもらおうじゃないか、身勝手の極意。こうなったら私の全てをお前に。はあ、追い込まれたことで何やら厄介な力を引き出してしまいましたね。火事場のバカ力か。厄介だぞこいつは。いかん、あの技をまともに食らったらいくら悟空でも。ケフラのやつ、全ての木を使い尽くすつもりか。空中じゃ避けられねえぞ。あたしの。それでは第二宇宙、第六宇宙、消滅でございます。はい。何なんだあいつは。開けるか。ただ巨大化しただけですよ。見かけ倒しに決まってます。なんちゅうパワーだ。こうなったらオーラたち全員で攻撃するしかねえぞ。言われなくてもそのつもりだ。素早く動いて撹乱し、同時に攻撃を加えましょう。フリーザ、おめえも手貸してくんねえか。私はですか。やれやれ。誰がナンバーワンか。このクソみたいな。頼んだよ。18号さん脱落。第七宇宙は残りあと5人です。18号の分までやるしかねえな。ああ、そのつもりだ。みんな行くぞ。
己のプライド一つ守れん負け犬が。全てを捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトップを倒した。褒めてやる。いいものを見せてやろう。かーっ？ん？おお、ジレンが燃えてる。燃えてるね。桁外れの木だな。化け物か、あいつは。こんな力隠し持っていたとは。なんというパワーじゃ、ジレンのやつ。あんなのとまともに戦えるのか、悟空たちは。この力、うわ、お仲間がいなくなっていよいよ本気ってわけか。ベジータ、笑わせるな。そんな傷だらけのお前では俺には勝てない。舐めやがって。意外にやられた姿が似合うじゃないか。貴様、恨みっこなしだ。ここまであなた方にやられて好きにはさせませんよ。展開パターン。己の力のなさを恨め。悟空、ベジータ。貴様、何をしている？おめえだけでも逃げろ。おい、孫悟空、ベジータ。クルーザーを諦めてやったんだ。感謝しろよ。まあ、少しは休めただろう。誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。ベジータ、おめえの思いオラが受け取ったぞ。やはり理解できるな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。本当にそう思うか。
今のお前ではそれが限界か。ベジータが、そしてみんながオラに託してくれてんだ。負けるわけにはいかねえ。あっ、えっ、あっ、えっ、うわっ。カカロット、そんなことさん。ジレイやケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃばい。今回がおそらく、いや間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を送らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということを、それを無視して勝敗を決めつけると。それはこの状況から奴が極意を。次元の攻撃も勢いが増している。まずい、悟空急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるもの。悟空またまたすごくなった。スーパースーパースーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。あっ、行かせてもらうぞ。しまった。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だからねえ。手加減はせんぞ。すさまじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。はい、いい攻撃だ。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、そ
に他のみんながオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。まさかあの身のこなしは。ジレンがケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いや間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。次で終わりにすっぞ。不完全な身勝手の極意など敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するという。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空急げ。何かではないのか。お前たち黙って見ていろ。これは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。負けるはずがない。強さこそ。手加減はせんぞ。凄まじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんながオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。うわっ
しまった。だ孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。違うけど。一波乱ありそうじゃばい。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということを、それを無視して勝敗を決めつけると。それはこの状況から奴が極意を極め、次元を超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。カカロット、俺は俺の誇りも約束も全て貴様に託したのだ。負けることなど絶対に許さん。神の領域など踏み越えろ。そしてジレンを倒。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。負けるはずがない。強さこそ正義。強さこそ。ねえ。手加減はせんぞ。すさまじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空だ。17号やベジータ、それに他のみんな、オーラに託してくれたんだ。この思いにかかった。ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オーラが見してやる。自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちだ。おそれはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。
自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる、それが悟空という男なんだろうな。これがオラたちの力だ、ジレン。何がな。まさか。ついにや。すげえぞ、悟空。勝った。勝ったぞ。
まさか。この身のこなしはジレンがケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃばい。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意が敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずい。悟空急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。消えろ。悟空、またまたすごくなった。スーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだ。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。消えろ。気がさらに膨れ上がっている。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空。
17号やベジータ、それに他のみんなオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ、そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オーラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん、なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない、俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる、それが悟空という男なんだろうな。俺がオーラたちの力だ。ギレン、何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。その力俺は信じない。そんなものは。まさか頼みのこなしはジレンがケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いや間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく回復の手段も残されていないこの状況。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空急げ、何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるもの。悟空またまたすごくなった。スーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。おいさん、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。マジ気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。うん、
なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、それに他のみんなオーラに託してくれた。うわっ、ジレンがケフラと戦った時と同じ。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いや間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め、ジレンを超えるとでも言いたいのか。ありえん、それこそ寝言だ。この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ、カカロット。俺は俺の誇りも約束も全て貴様に託したのだ。負けることなど絶対に許さん。神の領域など踏み越えろ。そしてジレンを倒せ、カカロット。次で終わりにすっぞ。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるもの。またすごくなった。スーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい、しまった。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。失ってしまうことになる。あの時のように。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから寝ろ。手加減はせんぞ。すさまじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、
それに他のみんなオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。くそ。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などと。まさかあの身のこなしは。ジレンやケフレと戦った時と同じだ。こりゃもう一波乱ありそうじゃばい。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極め次元を超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。この力の体感、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ、カカロット。俺は俺の誇りも約束も全て貴様に託したのだ。負
負けることなど絶対に許さん。神の領域など踏み越えろ。そしてジレンを倒せ、カカロット。勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるもの。悟空、またまたすごくなった。スーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。気がさらに膨れ上がっている。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。17号やベジータ、それに他のみんな、オラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。
そんなもの簡単に消え去るんだ。行けカカロット、ジレンに勝ってみせろ。やめるぞ。 いいことで